どうも島部です。今日はノーコードに対する私の見解をお伝えしたいと思います。いろいろプログラミング初心者の間ではノーコードが話題になっているかと思うんですけれども、それに対して現役エンジニアがどう考えているのかっていうのを、お伝えしたいなと思っております。でまずそもそもノーコードとはという話なんですけれども、ノーコードとはコードを書かずにアプリケーションとかを作成できるプラットフォームとなっております。で基本的に今までアプリケーションを出したいとなった場合、ウェブとかスマホアプリとかもそうなんですけれども、エンジニアを雇ってコードを書いてもらってそれをリリースする必要がありました。でそれに対してノーコードを使えばエンジニアじゃなくてもコードを書かずにですねアプリケーションとかを出すことができます。なので非常に便利なものとなっております。でノーコードにもいろんな種類があって、具体的などんなサービスがあるのかっていうのを軽く紹介していきたいと思います。でそれがこちらなんですけれども、まず一つ目のバブルについて紹介していくと、こちらはビジュアルプログラミングと呼ばれるもので、視覚的にいろいろボタンをポチポチしたり、ドラッグ&ドロップとかで操作をしていくことによってアプリケーションとかを作ることができるものになっております。でこういった類のものは結構いろいろ他にもあって、例えば日本製でいうとスタジオというものがあったりします。でこれもですね、同じように視覚的にいろいろ操作することによって、ホームページとか、あとは軽い CMS とか、ブログとかですね、そういった更新があるものとかも作れるようになったりします。で他にはですね、例えばグライドと呼ばれるような Google スプレッドシートにデータを入れていくだけで、それが自動的にスマホアプリになるというものもあったりします。他にもですね、いろいろあるんですけれども、例えば Google スプレッドシート自体もノーコードの一種かなと思います。Excel とかもそうなんですけれども、いろいろデータとかを貯めていって、そこでですね、いろんな計算とかをさせたり、マクロを使うと、より便利にできるかと思うんですけれども、そういうのもノーコードの一種かと思っております。で、ここでおすすめしたいサービスで Airtable というものがあって、これもですね、Google スプレッドシートとかと似たようなサービスなんですけれども、よりわかりやすく初心者にも扱いやすいようになっているので、こちらはですね、非常に便利で私も使っているのでおすすめしたいなと思います。そういったものもありますし、他にはですね、ザピアと呼ばれるものもあって、それは Web API と Web API を連携させることによって、いろんなワークフローとかを自動化させることができるツールになっております。で具体的にどういうことができるのかを説明すると、例えばですね、Gmail が来た時とかに、Gmail に添付されている画像とかを Dropbox とか Google ドライブとか、そういったドライブ系のサービスに保存を自動化させたりとか、逆にそういう自動化が終わったら、そこからですね、例えば Slack とかチャットワークとか、いろんなメッセージング系のサービスに通知させるということができたりします。ザピアが有名なのでザピアを挙げたんですけれども、他にもですね、インテグロマットというものがあって、こちらは私も今ですね、実際に使っているサービスで、かなり視覚的に分かりやすくそういったワークフローを自動化させることができたりするので、これは非常におすすめとなっております。ぜひ皆さんも使っていただきたいなと思うんですけれども、とりあえずですね、ノーコードとしては、いろんな種類があるんですけれども、とりあえずコードを書かずにいろんなアプリケーションとかを作ったり、自動化させたりできるようなものになっております。でこういった便利なノーコードがあるのに、プログラミングを学ぶ必要があるのかみたいな、そういう議論があるかと思うんですけれども、それに対して私の見解をお伝えしたいと思います。でまず結論から述べますと、私はノーコードはめちゃくちゃ応援派で流行ってほしいとは思っているんですけれども、課題がまだまだ多すぎて流行りきるにはかなり時間がかかると思っています。なので、ノーコードを単体で学んでいくのはお勧めしないと考えています。で仮に流行ったとしても、アプリ開発業界のエンジニアにとっては、そこまで関係ないというか、仕事がなくなるってことはないんだろうなというふうに考えています。これが結論なんですけれども、それぞれ順に、説明をしていきたいと思います。でまず流行ってほしい理由から説明していきたいなと思うんですけれども、基本的にエンジニアの業務って今もめちゃくちゃ膨大にあるので、そういった業務の一部を、なるべくですね、ノーコードで完結させたいというのがあるかと思います。例えばですね、ホームページを作るとかランディングページを作るとかも、今エンジニアに任せているところも多いかと思うんですけれども、エンジニアからすると、正直そういったものを作るよりは、サービスのコアの開発の部分をしたいので、こういったホームページとかランディングページとか、いろんな簡単なものはビジネス側で完結させてほしいっていうのが、正直あるかと思います。なので、自分たちの業務をなるべく簡単なものはビジネス側で終わらせてほしいという理由から、まず流行ってほしいというのがあります。で他にもですね、すでにエンジニアはノーコードとか、あとはローコードと呼ばれるものもあるんですけれども、そういうのを使っていて、便利さを感じているから、そういうのがもっと流行ってほしいというのがあったりします。で先ほど説明したサービスで言うと、例えばザピアとか、スプレッドシートとかもそうかもしれないんですけれども、エンジニアが使っているところも多いかと思います。
で、ローコードっていうと、まあ、ローコードっていうのは、まあ、ノーコードとは違ってコードは少し書くんだけれども、まあ、少ない記述量で目的を達成できるとか、まあ、そういうものになります。で、まあ、SaaS の API とかがそうかと思うんですけれども、まあ、例えばですね、アルゴリアとか、オースゼロとか、まあ、ストライプとか、アルゴリアっていうのは検索で、オースゼロは認証で、ストライプは決済のものなんですけれども、まあ、そういったのを外部サービスに任せることによって、まあ、自分たちで実装する必要がなく、まあ、簡単にですね、目的を達成できるというものがあったりします。なので、まあ、そういった恩恵を預かっている身からすると、まあ、そういうのがもっとどんどん流行って、開発が効率化できるといいなと思っております。なので、まあ、流行ってほしいということですね。まあ、今挙げたローコードっていうのは、まあ、結構ですね、今も流行っているかなと思うんですけれども、まあ、ノーコードをですね、なかなか開発に持ってこれないというか、ノーコードだけで完結させることができない理由っていうのが、まあ、たくさんあるので、今度はそれについて、説明したいと思います。で、まずノーコードの問題なんですけれども、一つ制約の問題があるかなと思っています。で、ノーコードだけだと、まあ、ビジネス的な要件が達成できないとか、まあ、そういう話ですね。で、ノーコードにもいろんなツールがあるという話をしましたが、まあ、そのツールによって、まあ、できることとできないことがあったりします。で、このできないことが発生すると、まあ、一気にですね、ノーコードだけだと厳しくなるというか、まあ、採用ができなくなるという話になります。で、基本的にビジネスを何かしようと思ったら、まあ、複雑な要件になることが多いかなと思っていて、まあ、その要件を達成できるノーコードっていうのはまだまだ現れていないというのが、まあ、正直な感想になります。で、まあ、ここからノーコードはどんどん進化していくとは思うんですけれども、まあ、そのビジネス的な複雑な要件を、まあ、全て網羅できるというか、まあ、カバーできるようになるのは、まあ、一体いつになるんだという話で、まあ、それが正直ですね、ここ数年でできるようになるとは個人的には考えていないというのがあったりします。なので、まあ、ノーコードは制約があるので、まあ、正直採用するのは難しいということですね。まあ、仮に、この複雑な要件をクリアできたとしても、拡張性にも、問題があるんじゃないかなと思っております。まあ、これは二つ目の問題なんですけれども、まあ、仮にですね、最初ビジネス的な要件を達成できたとして、まあ、ノーコードを採用するとなったとしても、まあ、将来的にですね、できないことが発生するかもしれないという話になります。まあ、ビジネスにおいては、まあ、どんどん進化し続けることとか、まあ、他社と比べていろんな差別化とかを出すことっていうのは重要だと思うんですけれども、まあ、そうすると、やっぱり仕様がどんどん膨らんでいくわけですね。で、まあ、こういった仕様の膨らみに対して、ノーコードが、まあ、将来的にも全てカバーできるかどうかっていうと、まあ、かなり問題があるかなと思っていて、まあ、対応する予定があったとしても、その対応予定が遅ければ、まあ、結局ノーコードは採用できないわけですから、まあ、そういった将来的なことを考えても、やっぱりノーコードだけでいくっていうのは難しいんじゃないかなと思っております。次に3つ目の問題なんですけれども、依存の問題があるかなと思っていて、まあ、そのノーコードのプラットフォームに縛られるのが、まあ結構ビジネス的には苦しいという話ですね。そのノーコードのプラットフォームが、まあ、どんどんずっと成長していって、まあ、いろんな機能を出すとか、まあ、そういうのができればいいかなとは思うんですけれども、まあ、それがですね、なかなかうまくいかなくて、まあ、開発がどんどん滞ってしまったとか、まあ、逆に、競合とかが出てきて、まあ、そっちに乗り換えたくなったとか、まあ、そういった場合にやっぱり辛くなるかなと思っております。まあ、ノーコードのプラットフォームはいろいろあるかとは思うんですけれども、まあ、このプラットフォーム間のインターフェースとかが統一されていて、まあ、ここから、こっちに乗り換えるのが容易とか、まあ、簡単だったらもちろんいいかとは思うんですけれども、まあ、それがですね、なかなか難しいという話ですね。で、このインターフェースが統一されるとかは、まあ、どういう話かというと、まあ、例えばカレンダーとかわかりやすいと思うんですけれども、Google カレンダーのものを、例えば Microsoft のカレンダーに乗り換えるとか容易だとは思うんですけれども、まあ、それは、iCal 形式と呼ばれるような形式があって、まあ、そういったそのインターフェースですね。インターフェースが統一されているから、まあ、こうやって乗り換えが容易ということですね。で、これが、まあ、ノーコード感だったら、まあ、基本的にはインターフェースが統一されてないことの方が多いので、まあ、正直ですね、一つのプラットフォームに縛られると、まあ、将来的に怖いというところで、まあ、採用できないのがあるんじゃないかなと思っております。まあ、これに対してノーコードじゃなくて、まあ、普通にエンジニアを雇ってコードとして残していけば、まあ、それを、まあ、いろんなところに転用させるっていうのは容易なので、まあ、そういうのと比べると、まあ、ノーコードは一つに依存するというところで、まあ、結構怖いので、まあ、あんまりですね、使われないっていうのがあるんじゃないかなと思っております。で、最後が4つ目の、メンテナンス性の問題なんですけれども、まあ、ノーコードは、まあ、普通のコードと比べると、まあ、やっぱりメンテナンスが難しいんじゃないかなというのがあります。で、まあ、コードとして残しておけば、まあ、GitHub とかそうなんですけれども、まあ、いろんなですね、差分管理とか、まあ、いろんな人で、まあ、コードをレビューするという仕組みがあったりするので、まあ、メンテナンスが結構楽だったりします。で、それに対して、まあ、先ほどのビジュアルプログラミングとかもそうなんですけれども、まあ、ノーコードのツールとかは、基本的には、そういったバージョン管理とかが、まあ、コードと比べると、まあ、容易ではないので、まあ、難しいんじゃないかなと思っています。
やっぱりコードとして残しておくと、それはコードさえ読めれば、誰でもですね、引き継ぐことができるとか、メンテナンスも簡単だと思うんですけれども、そういったビジュアルプログラミングとかだったら、やっぱりですね、暗黙知というのが結構多くなって、引き継ぎとかをするのにも大変じゃないかなと思いますし、同時に作業をする上でも、やっぱりコードと比べると劣ってしまうのが正直なところだと思います。AWS とか Azure とか GCP とか、いろんなクラウドサービスがあるんですけれども、そういったのも、いわゆるですね、コードを書かずに、いろんなインスタンスを立てるとかができたりして、ノーコードの一種というふうにも捉えられるかもしれませんが、最近はですね、インフラストラクチャーアズコードということで、そういった、ポチポチする設定ファイルすら、コードとして残しましょうということがあるぐらい、コードとして残す方が、メンテナンスが簡単だったりします。ここ数年バックエンドエンジニアの中ではホットな Kubernetes とかも、その思想を持っていると思っていて、基本的には YAML ファイルと呼ばれるものを用いて、いろんなですねインフラの管理とかを行ったりします。なので、基本的にはコードの方が管理しやすいし、いろんな人で一緒に作業しやすいし、メンテナンスしやすいというのがあったりします。ノーコードはそこがまだまだできていないので、正直、課題だなと思っているということですね。はい、ということでいろいろノーコードの問題点について語っていったんですけれども、ノーコードが流行るところもあるんじゃないかなと見ています。で、それは簡単なものを作りたいってなった場合にはノーコードを使って作るパターンもあるかという話になります。先ほど言ったランディングページを作りたいとか、ホームページを作りたいとかもそうなんですけれども、他にもですね、簡単なスマホアプリとかも作れるというところで、ユーザーインタビューとかヒアリングとかを行う時の、デモアプリとかを作る場合には、ノーコードを使うのもありなんじゃないかなと思っております。そういった文脈のアプリケーションっていうのは基本的には大規模になることはなくて、途中で最悪捨てることができるというところで、さっき言った問題があんまりですね問題にならないというところで、使ってもいいんじゃないかなという話ですね。やっぱり簡単なものに対してはノーコードはありだとは思うんですけれども、難しいところ、いわゆるアプリ開発業界ですね、アプリケーションで勝負をしていくような業界においてはノーコードだけでいくっていうのは、基本的にはないんじゃないかなと見ています。結局エンジニアを雇って自前で作る方が、ノーコードで作る場合と比べて柔軟で、いろんな機能とかも搭載することができるので、プロダクトで勝負した時に、コードを書いた方が強いということですね。同じようなプロダクトで自前で作ったものに比べてノーコードのものの方が、圧倒的に優れているとか、競合に勝つようなレベルになってきたら、いよいよかなとは思うんですけれども、個人的な見立てで言うと、10年はないかなというふうに考えています。仮にノーコードが早い段階で流行ったとしても、正直アプリ開発業界のエンジニアからすると、そこまで問題にならないというのがあります。で、なんでかっていうと、結局、そういったノーコードのツールとかを使いこなせるのも、エンジニアが一番うまいと思っているからです。現状でもスプレッドシートで何かしたいとか、社内に新しいシステムを導入したいってなった場合に、エンジニアの方が結構ですね、効率よくやってくれると思うんですけれども、そんな感じでノーコードで何かを作りたいってなった場合にも、結局エンジニアが一番作るのがうまいっていう状況になるんじゃないかなと考えています。結局そういう IT 系のツールっていうのはコンピューテーショナル思考っていうのが強いと、うまく使いこなせるんですけれども、そのコンピューテーショナル思考っていうのが一番高いのがエンジニアだと考えられているので、そういった、ノーコードが流行ったとしても、アプリ開発業界のエンジニアからすると、別に仕事がなくなるわけではないということなので、そんなに焦ってないということですね。アプリ開発業界は仕事が減らないという話はしましたが、先ほどの、ホームページとかランディングページとか、簡単なスマホアプリを作るような、いわゆるウェブ制作業界においても仕事は個人的には減らないんじゃないかなと思っております。で、なんでかっていうと、結局ですね、そういったものを作る手段としてノーコードが増えて、で、それを作る人たちが増えるということで、結局ですね、新しい仕事が増えるんじゃないかなという話になります。現状でも、超簡単にホームページを作ったりとか、アプリを作ったりとか、ネット上に簡単に出品したりすることができたりするんですけれども、そういったのをですね、結局、IT 業界以外の人たちっていうのはあんまりやらなかったりします。そっちをやるよりは自分たちの本業に集中したいということで、IT 系のことは IT 系の人たちに任せるという感じですね。なので、ノーコードがどんどん流行って簡単になっていったとしても、その人たちはノーコードは使わずに、結局ノーコードを使いこなせるような人たちにいろいろですね、丸投げするんじゃないかなと思っているので、そこまで仕事が減ることはないというふうに考えているということですね。本当に仕事がなくなる時っていうのは、そういうノーコードが出てくる時ではなくて、私たちの IT リテラシーが平均的に高くなった時じゃないかなと思っております。
まあ、当たり前に Excel とかスプレッドシートとかを使いこなせるとか、まあ、CMS っていうのが何か分かって、まあ、自分たちで使いこなすことができるとか、まあ、そういったのがまあ一般的になっていくと、まあどんどん IT 系の仕事っていうのは減っていくんじゃないかなとは考えているんですけれども、まあ、現状ですね、 IT リテラシーが高い人っていうのはそこまで多くなくて、まあ、そもそもそういった便利なツールを使おうとしていないので、まあ仕事がなくなるのはないんじゃないかなということですね。はい、ということで、まあ、いろいろ話してきましたが、まあ、結局ノーコードを学ぶべきか、まあ、否かという考えでいくと、まあ、個人的には否だと考えていて、まあ、ノーコードを単体で学ぶっていうのはナンセンスじゃないかなと正直思っています。まあ、先ほどもちょっと話しましたが、まあ、ノーコード自体も結局エンジニアの方がうまく使いこなせると思っていて、まあ、ノーコードでアプリが作れますっていう人と、まあ、アプリ開発を普通にしてるエンジニアだったら、まあ、後者の方が、まあ、ノーコードを使ったとしてもうまくですね、作ることができるかなと思っているので、まあ、ノーコードを単体で学ぶっていうのは、まあ、そもそもバッドだということですね。で、ウェブフロントエンドとか、まあ、iOS とか Android とか、バックエンドとか、まあ、そういった類で、ノーコードエンジニアっていうのが出てきて、まあ、他のエンジニアの職と比べて、まあ、数も多くなってきたら、まあ、いよいよ学んでもいいかなとは思うんですけれども、まあ、現状そもそもそういうノーコードエンジニアだけを募集している枠っていうのは、まあ、存在しないか、まあ、限りなく少ないので、まあ、そっちに対して、まあ、専業で学んでいくっていうのは、まあ、やっぱりバッドじゃないかなという話ですね。まあ、ノーコードの方がコードを書かなくていいので、まあ、とっつきやすいというのはあるかもしれませんが、まあ、やっぱり簡単なところに仕事っていうのはあんまり来ないので、まあ、難しいところ、まあ、ちゃんとコードを書いてプログラミングを学ぶっていうところが、まあ、最終的に価値につながるかなと思っています。まあ、以前難しいことほど価値があるという動画も出しましたが、まあ、難しいことにチャレンジしていっていただきたいなと思います。はい、ということで、ノーコードに対する私の見解を述べてきました。まあ、ここで、この動画は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。今回の内容が良かったと思ったら、いいねとチャンネル登録と通知オンもよろしくお願いします。このチャンネルでは、今回のような IT 業界に関する話だけではなくて、まあ、実際にプログラミング講座とかもやってますし、まあ、いろんなニュースも発信しておりますので、ご興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。